さん、そこの可愛いお姉さん、そんなとこで何してんのって、おい俺だよ俺悪い、急に仕事が入って予定より遅くなった。だいたいお前急すぎるんだよ。どうせまた彼氏と喧嘩したんだろ。普通そういうのって女友達に相談するんじゃないの？ねえねえ聞いてよ、私の彼氏ったらさしてるしごめんってで、今回は何って喧嘩の理由。いやいやいや、なんでびっくりした顔してんだよ。あのな、一応俺お前の元彼で、俺と別れてから3人目、あ、2人目か、彼氏がいて、その彼氏たちと喧嘩するたびに会いたいって連絡してくるのお前だろ。え、今日は違う？なんだよ、違うのかよ。まあ俺は何でもいいけど。ただ彼氏的にはどうなんだろうって思うよ。確かに俺たち学生時代からの仲間で、腐れ縁的なのもあるかもだけど、元彼と連絡取るって嫌なんじゃないの？少なくとも俺は、もし新しい彼女ができたら、2人だけでは会わない。彼女の気持ち考えたら会えないし、それはたとえお前だとしても会わない。は？なんで泣くんだよ。昔からすぐ怒ってすぐ泣くの変わんないっていうか、いいからこれ使って。うん少しは落ち着いた？ご飯とかバーって気分でもないし、昔お前とよく来た水族館、こんな時間までやってんだな。静かだし落ち着くな。お前好きだろなんか今日のお前変、うまく言えないけどいつもと違うんだよな。ほんと、なんかあった？え？最近付き合った会社の？めっちゃ早くね？理由は？またお前がわがまま言ったんだろう。それとも、彼の浮気？違うんだ。あ、もしかして俺のせい？元彼と連絡取ってるって嫉妬して浮気疑ったとか？だったらさ、誤解とこ。そうじゃないの？うん。うん。他に好きな人ができたから別れたってこと？彼氏がいるのに？え？ちょっと待って。お前ってやつは何なんだよ。もうごめん、1回だけギュッてさせて。いや、それから気づくの遅すぎ。お前ってほんとこのブルーにライトアップされた海綺麗でふわふわしててつかみどころがなくて、触ろうとするとどっかに流されていきそうな、俺がいつもお前の元彼の話聞かされてた時の気持ち知らないだろ。めちゃくちゃイライラしてたんだからな。でも正直この関係壊したくなかったから言えなかった。それになんか悔しいじゃん。俺だけ好きみたいでさ、お前の彼氏に嫉妬してるみたいで。おい、なんで笑ってんだよ。ここ大事なとこだろ。また笑ったら二度と言わないからな。嬉しかったって言ってって、俺が何言うか分かってるみたいな言い方して、なんか悔しいけど言ってほしい、言ってほしいんだ。じゃあ今まで俺にやきもちやかせたこと謝る？二度と他の男と付き合わないは言い過ぎか。本当に？絶対？分かった。じゃあ一回しか言わないから聞いて。俺ともう一回付き合ってください。あ誰かに見られたらどうすんだよ。恥ずかしいじゃん。ちょっと待って、聞こえなかった。もう一回言って。俺もだよ。